袋持っていかれてるやん。袋2個とも引っかかってんの。全く釣れませんでしたね。寒いし以上です。帰りますか。はい、我が基地へ。我が基地へ帰りますか。はい、はい、帰りましょう。じゃあ我が家。ただいま帰ってまいりました。ちょっとこれ帰っとこうか。寝かしとこう。はい、お作りを今からいただきます、うん、わさびがないです。これなんかちょっと美味しそうに見えるわ。美味しそうね。はい、今からじゃがいもを使った簡単料理を、はい、あ、皮ごといく？いや、はい、半分はじゃああれにしよっか。皮付きのやつにして、うん、もう半分はポテチにしよっか。どれぐらい洗ってくるよ、ね。まずそこからやって、はい、洗ってきます。洗ってください。洗うところから。もう抵抗か。じゃがいも持ってるよ。じゃがいも目線で。あ、オイルポットまた車のどっかなんかやっとく。はい、もうピカピカになりました。じゃがいも聞こえないし、どんぐらい半分、うん、ごっこする、うん、半分を、うん、ポテトチップスと、うん、あれでいきましょう。包丁あんで。俺はワイルドだからナイフで行くんだよ。そうなん。あのこっちはピーラーがいいのか、ね。はい、皮付きポテトチップスにする方はピーラーで皮むきます。そうね、お水でちょっとさらすの。むけへん。100均で。うん、でもピーラーもなし。さあ、このね、スライスの作業がね、割となわけですよ。こう向けばまず無理やもんな、これ刃渡りからして、うん、これ半分に、でっかいもんね、半分に切る。こう、じゃがいもが、こう切ろうか、うん、ほんで、割れてるし。はい、ポテトチップスを包丁の方がやりやすい。こんなんでいいやろ。うんうん、ダメ許さへん。いや、全然いいよ。まだまだチップスやないやんけみたいな感じ。いや、いいんちゃう。ほら、チップスやん、これ、うん、厚切り、厚切りのポテチでいい。こ、俺の手しか映ってへんのちゃう。あの人だ、結構でかいね。あの人でっかいやん。うん、いや知らん、知らんやん。
でちょうどもうすれ違う寸前に友達が、うん、森尾ちゃんって言っていいよ、うん、でちょうどすれ違う時にのぞみらめっちゃ見て森尾やんって言って、うん、横尾が地面チキっとったみたいな。ハウスって言われてないのか。 お父さんやったら怖いだろ。お父さんにハウス、お父さんにハウス。ポテトチップこれちょっとお水にさらしてキッチンペーパーで水気を取ったのを、はい、投入します。投入します。ポテトチップスいきます。これじゃがいも2回ぐらいできそうやな。あ、分けて、うん、結構ポテトチップこれ入れてもいいもんね。上がるかな。これ絶対これの方がいいと思うよ。あ、ほんまやね。なんかほんまやね、カリッと食べへんね。やっぱりこれ火が、油の温度が弱いな。っていうか、うん、多分めちゃめちゃ熱々のとこにジャッて入れなあかんねんな、うん、いや、違うで。あ、そうやな、あのマクドとかそうやもんな。低温でじわじわじゃなくて、ものすごく熱々になったやつにドン。これ長いこと入れとっていい。ほら水揚げとかした方がいいのかな。水揚げ行く。え、水揚げ行く。いや、またちょっともうちょっと色もまだこんなんやし。あ、一回揚げてさ、油飲んで揚げて、もう一回行く。ちょっと行く。とりあえず揚げる。これ多分もうだいぶ困ると思うねんな。あ、ちゃうやん。ほら、言うてるでしょ。これ困なるかな。あるかな。だってもう火がだってほらもうそもそも論できましたか、うん、ほらほらほら、僕もひどくなって、まだあかんって。ほらまだやねんね。ほらこれ浮いてくるやろちゃんと。だから揚げ物はだっていっぱい入れたら温度が上がりきれへんね。カロリーが弱いから、うん、入れんなって言ってるやん。冷めるから分かれへんやつやなお前も。おい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 、いい感じになったらほっといていいな。え、だっていい感じの時にも入れない。入れすぎやって、入れすぎやって。もうちょっと待って。ほらめっちゃ上がってる。今この温度で維持できてるから、これをもっとグツグツやった時にちょっとだけ入れんねん。温度が下がるからね。鍋の大きさとかカロリーもちゃいますやん。あのポテトフライに関しては、おしゃべりながら入れんのよ。あのコロッケとかはな、それはあんねんけど、そのポテトフライに関しては、パリパリは難しいと思うよな。お前、じゃあほんなら次俺これパリッとするから。いや、これちょっとそれな、一旦どこかに置いて。料理は科学ですよ。